北陸鉄道金麗線の一部だった手っ取り川橋梁は廃線後に同じ場所で掛け替えられ自転車専用橋の金麗橋となっている。金麗線は石川県石川郡鶴城の加賀市宮駅から石川県石川郡鳥越村の白山下駅までを結んでいた北陸鉄道の鉄道路線。1984年休止、1987年廃止。 開業当時は軽便鉄道で、沿線住民からは、ポッポ記者と呼ばれ、親しまれた。1931年にガソリンカーを導入し、1949年に電化した。路線名は両白山地を越えて金沢と名古屋を結ぼうという壮大な構想からである。ただし構想では、現在の白山白川号、ホワイトロードと同様のコースを通って岐阜県に入り、 白鳥村で当時建設が進められていた、越南線に接続するものとし、名古屋まで自社の路線を建設するものではなかった。当時は投資家の気を引くため、大小宮島鉄道など、社名だけが壮大なローカル鉄道が多く、発起人の視力や実際の建設状況を、戦前に同社が発行した沿線案内に白山したから、 先の計画が一切記されていないなどの事実もあるように白山したより先の免許が却下されて以降は本気で名古屋はもとより越南線に接続する気はなかったとみられる。また名古屋方面への延伸には莫大な建設費用がかかることもネックになっていた。沿線で運送業を経営していた小堀貞信の出身により1925年に 金明鉄道が設立され、資金切れになっても、剣や金沢からの協力者が現れることを期待して、白山下川から着工し1926年に開業した。そのため廃止されるまで正式な起点は白山下駅だった。小堀貞信は、金明鉄道の建設に多額の資金を投入し、一時破産直前にまで追い込まれた。不再圧縮のため、 開業して間もなく剣神社前 2.0km を金沢電気軌道に売却している。なお、この区間は北陸鉄道石川線の一部として存続していたが、2009年11月1日付で廃線となった。金沢へは北陸鉄道石川線の前身である金沢電気軌道と接続することで到達できたが、白鳥及び名古屋方面へは、 多額の建設費を要することから免許申請が却下され、白山した駅より先に延伸することができなかった。その後、戦時統合により北陸鉄道の近名線となる。しかし、沿線の過疎化や平行道路の整備が進み1970年代以降、利用者が減少した。1970年4月1日からは、昼間の運行を中止し、バスで代替していた。 昭和45年度の輸送人員が55万1000人だったものが昭和58年度には21万3000人まで減少していき向上的な赤字路線となっていた。1983年10月31日、豪雨により大日川下付間の大日川橋梁の橋脚周囲の岩盤が崩壊し、大日川白山下間の運行を休止し、バス代行になった。 1984年3月11日に復旧したが、同年12月12日朝の運行開始前の点検で、手っ取り中島広瀬間の手っ取り側橋梁の、橋台を支持する看板が風化しておりさらに橋台水、中部の荒い彫りによる侵食が激しく危険な状態となっていることが判明し、その日の始発より全線で運休、全面バス代行となった。 結局そのまま復旧することなく、またさよなら列車が運転されることもなく、1987年4月29日付で廃線となった。金名鉄道の開通は以下のような影響を及ぼし白山六一帯に大変革をもたらした。開通25周年の1949年、小堀貞信の共造が地域住民有志によって白山下駅前に混流された。 早朝の一部の列車を除いて、石川線の白菊町駅、または野町駅まで直通していた。近名線が全線非電化だった頃は、加賀市宮白山下間に限られた運転であり、1949年6月21日大夜開成時から、石川線との未線の直通運転が原則とされた、ことで、剣加賀市宮間が折り返し運転となり、 金明線各駅から金沢市内へ出るには、加賀一宮駅と鶴木駅で2階の理解を要した。1949年12月6日の金明線全線連化後も原則として、石川線の未線直通が続いたことでしばらくは、鶴木折り返しが続いたが、1959年9月の時点では、白木区町の町直通列車が設定されていた。この時点では、 白木区町白山知多間は約60分間隔で運転されていた。昭和40年代に、服部駅、下吉谷駅の交換設備を撤去して、交換駅を釜清水駅のみとし、1970年4月1日から列車本数が削減されて6から10時と15から21時のみの運転となり、昼間の時間帯はバスにより輸送を行っていた。駅名及び、 所在地は廃止時点のもの。全駅石川県に所在。白山した白町間の延長線付設免許を申請するにあたり、近名鉄道は予測平面図を用意していた。それによると、その総延長は50マイル28チェーンで約33パーミルの急勾配が連続する山岳路線を想定していた。そのルートと計画は、まず、 白山下駅から手っ取り川を渡って、小添川の谷に入って進み、瀬戸駅、小添駅、中宮の温泉の至近の蛇谷沿いの中宮の駅、蛇谷と枝谷との合流点あたりの白山、登山口駅を経て、妙峰山の下を、妙峰山水道で抜けて、岐阜県に入り、小川支流の荒谷から小川沿いに出てなんか、白川村内に、北脇駅、平瀬駅、萩,駅萩町駅を、 続いて、小川村内に中野駅、牧戸駅、猿丸駅を設置。そこからは、一式川沿いに南下して和紙が竹と県東山の中間あたりの山をトンネルで抜けて、高須村に入り、隅川沿いに下って、高須村内に隅駅、大和市駅、続いて長良川沿いに下り、北野村内に保木島駅、二日、町駅の各駅を設置。 そして上保存に入って、白鳥駅に至っていた。マイル数について、小数点以下の数字はチェーン。白山下瀬戸間の2.15は2マイル15、チェーン。ありがとうございます。